お疲れちゃんです。ラットです。そして、いらっしゃい、焼き鳥です。よいしょはい、ってことで、今日は久しぶりの焼き鳥コラボでございます。ですね、と。それな。はい、で、今日はね、6300に、はい、まあ、到達したんやね。ってことで、ね、まあ、そのリプレイ解説をしたいんですけど。あれちょっと 赤くないあれうるさいな。じゃ今ね、しゃあない、しゃあない。そういうこともある。今、5952で落ちちゃってるんですけど、シーズン最高見てもらえば分かるんですけど、もうだから3時間前ぐらい。もう3、4時間前。ついさっきまでな。ついさっきまで63いたんすけど、一瞬で解けましたね。一瞬で。で、まあ、いろんなデッキ使ったっていうか、まあ、この辺はいろんなの使ってるんですけど、ほぼこの3種の神器デッキですね。はい、ずっとこれでやってて、まあ、これで、63まで到達して、でこのリプレイをちゃんと撮ってるので、こちらをですねじゃいろいろありすぎて、マジでどれも見てほしいよ。あ、そうなの。で今5個準備したよ結構準備したね。多いな、多いけどもいいみたいな、わかるよな。だからまあとりあえず順番にですね、ジャイボーラーの相手、あ、ジャイボーラー勝った、と迫撃、はいはいはい、とまあ三重子ですね、とラバル、とラバル、うん、まあ、これ2個かぶりなんだけどもみたいな、うん、それでも見たいです。見てほしい。うん、おい、そんな噛んだな。あよくあるよくあるってことで、まあ、順番に見ていこうかな。はいはいはい。どれから見ていく。まあ、とりあえず下から見ていこうか。下からいくか下から見ていこうか、はい、はいはい。ということでこちら、相手はこのマジでもうラバルの、ラバル使いって言ったらボーフムとアリフっていう、もうラバルトップ2のもう最強の、アリフはやべえな、そう、超有名人ですね。ってことで、まあ僕が三種の神器で相手がラバルなんですけど、僕が別に三種の神器を何て言うんかな、ここをこうしたらこう勝てるとか、うん、そういうの知らないんですよなんかなんでなんで、だって端前からなんかこうアイゴレとか展開して、初めからポイ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 これ出しちゃったら勝ったみたいないや本当に適当か、本当に、いや本当にっていうぐらい、まあデッキが強くて上がれたっていうのもあるんで、そうだからなんかあんま解説とかできないから、普通にラバルにはしんどそうだけどね、これ。そうそう、ラバルの方が多分勝ちやすいよな、知らないけど、そこは知らないけどまあインドラマジアチャーしかいねえからな。そうだからマジアチャーだとバルーンに対してダメージ与えられないからってのあるからね。けどまあまあまあ、はいはいはい、でも解説できねえからさこれまあとりあえずね、ラバ来たらもう逆サイドッパ、そうですね、なんで相手がまあラバなんで、ラバ出た瞬間にしっかり逆サイ攻めて削っていくといきますね、はい、はいはい。でここはまあ相手がファイアボール打ったんで、しっかりマジアチャーで防衛していきます。アイゴレでパピーのダメージを防ぐんですけど、ここの相手のバルーンはうまいですね。僕がアイゴレ裂いてコストないって多分分かってるからのあれで、ここファイボーファイボー打ってよかったな打ってよかったんですけど、爆破で抑えられた感はある。だって2700全部残ってたよね。うん、何じゃ、もったいなもったいなもったいないな。さてはっていうのがまあ見て分かる発見やな。まあそうだ、ね、けどまあ1個取られてますけど、まあ、逆サイもあとの600で逆サイも削ってるって感じで、まあまあまあまだいけると。まだファイブボーイしとったらもっと余裕やったな。ここは知らない知らない知らない。3、4時間前じゃ聞いて、うん、あの、はいはいはい、今韓国に焼き鳥とまあ普通にクララリーに来てるんですけど、はい、昨日だな、昨日、うん、そう昨日僕らはあの朝が早いんですよ、空港に朝7時集合とかなんですよでその家から行くと1時間とか1時間半とかかかって、もう朝5時起きとか、うん、だからしんどいな。そうマジで朝起きれないんですよ僕とか、焼き鳥は知らないけどやっと弱すぎな。そう朝がめっちゃ苦手なんですよだから空港に、まあ、みんなで泊まってて、まあオールだな。そうだね、もう本当に一切寝なかった、ね、ガチのオールをしてるところの今昼何時や、何時やろ、これで見れるんじゃない。あ、焼き鳥のラインが昼の3時、3時ぐらいですね。3時過ぎやな。そうだから正直眠たいみたいなとこあるよなもう寝たい、今すぐに寝たいけど俺が
無理やり焼き鳥こう動画撮ろうって飛行機の仮眠でのそう2時間そう飛行機で2時間ですね。韓国まで、日本から韓国まで2時間だから、そこの延命で生きてるな、そこの2時間。そう、その2時間がでかいな。そのおかげでもう起きとけるって感じで、気づいたら試合が終わりそうなんやな。終わりそうやなです。でもそう、こっちもしんどいんですけど、相手のその対空が交わっちゃうとインドルしかないから。でも相手も陸が墓石と縦線で、こっちはゴーストにランバーに小ジョババで、でも1枚相手は絶対止めれにくいので、はい、そこをですねしっかり攻めていく感じかな。でこれ墓石裂いたから、そう、ね、墓石は使わせたいね、構造を通すためにね。そう、墓石層も裂いたら相手は縦線でしか陸受けれないから、ここは縦線しかいないけど、もうここでちょうどタイミングよく相手が縦線裂いたから、もう5を気持ちいいからのザーッと、はい、けど相手まだ粘る、しかしここでまた墓石を裂いてしまったと。ということでここでゴースを裂くと、あいだわー、やばい、陸だい。でここ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 、ここおしゃれおしゃれマジアちゃん、こここれで決めていくっていうな。これ焼き鳥だったらできないこと、おいおいおいな、まあまあできるけど、っていうああいうマジアちゃんとかもまあ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 あるよと、大事やな。そうで、これはまあラバに勝ったやつ、勝ったやつで、うん、まあ普通にな、すごいな。さては、うん、さてはやるな。でこれはまあ負けちゃったんですけど、あ、負けた。相手はガゴがホバリングのこのオムニポテントっていうかな、知らん、俺が僕がですね、僕はもう勝手に何て読むか分からないからオムニポテントって呼んでるんですけど確かに、ね、これ何て読む、オムニポテント意外と響きがいいよな。そう、まあ、もう一回ちょっとかぶっちゃうんですけど、まあもしこのあの人気デッキをですね使う方がいたら、まあ少しでも参考になればいいかなと思いますね。なんで、はいはいはい、ほんでだって基本的に大型裂かれたらその瞬間にただブッパするっていう考えなんですけど、僕は一つ考えてるのは、うん、ブッパしすぎない。お？と言います、と言いますと？すぐ噛むやん。いや俺噛むの。だってさ、まあ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 いいや、それはいいや。ダバダバだ。おーい。みたいなね。偶然やな。ここはブッパみたいなとこあるよな。マジめちゃで怒ったから。そうだね。そう、あの大型でラバとか例えばゴレ出されるやん。でその瞬間に。うん、古城ババにゴーストにもうフルブッパしてもいいんだけど、そうすると守られた時に悪くねっていうのがあるから、うん、軽くブッパ、控えめブッパな、控えめブッパ、まあ、守れるぐらいに、そう、そうで相手も防衛させる、あーなるほどね、で、まあ、ばらけさせるってことね、そういうことね、でしっかり防衛しつつやっていくと、そういうこと、もうマジでブッパしすぎないっていうのが大事。なるほど、多分多分適当かよ焼き鳥さん。いやいやいや、やっとかな、うん、それな。でまあまあこれな、難しいよな、うん、ファイアーボール、ファイアーボール、ここはお互い待ちっすね、お互いどうするのみたいな。で待ちからの、まあ僕が小銃棒でこれはまあホバリングにそれは5打ちますよね。けど今、はい、今見ました、ホバリングが一瞬プって一歩出たんや。マジでマジで、そうマジで、あのちょっと動画戻して見てもらえれば分かるんですけど墓石に小城ババが破裂した瞬間にホバリングプッて、ラットがよくやるやつやな、さては、うん、えそう 0.5 歩ぐらいホバリング前にいて5避けた、今のはマジゼロ、これでお互い一発ずつ外していくと、そうお互い一発ずつ外してるねプラマイゼロみたいなとこあるな、そうだな、そうだ、確かにそうだなはいはい、でブッパしすぎないとお店かけて結構いくね、いや言うてそんなブッパしてない、ほらまだこれでも控えめ、ほら控えめ控えめで、ここでさらにこれはマジアチャが残ってるんで生かしますね、うん、でまだブッパしてるな、まだしてるね、けどここは相手がレイジがあるからな、でこれもインドラでもう逆サイ、あーなるほどね、すぐとかここで使って、はい、これだけでもう美味しいな、なるほど、でしっかりマジアチャ出して逆サイドもちゃんと抑えていきつつ、ここがあれだな、ノックバック OP のファイヤーボールで、よいしょ、いいね、でここなんだよな、ここだな、うん、ここのホバリング系のこのアイゴレ、ここ、うん、ここ、うん、ああああ、ランバーやった、しかもアイゴレだった、これのホバリング2発がマジで大事、あれで300ちょい削られたんですけど、痛いな、これ後々分かるんよね、それが、おマジで。ここはまあまあうまいね、でもこれ小ジョババ破裂したからもうこれ小ジョババガインいいよいいよでもう5打って
もう決めようと思ったら、はいはいはい、おっとやばい、さてはやばいみたいな、さてはさてはやばいなでここから見て相手めっちゃうまいんですよ。このタイミングでホバリングバルーンしてきたんですよ。おなるほど。で僕インドラで処理したんですけど、これがホバリングにターゲット取られてて、あでこれでバルーンが攻めてくる。さあどっちがいい、どっちがいい。で相手は墓石置いて、俺はマジアチャ置く。でマジアチャ入らない、このインドラが外れる。あやばいやばい、やばい。で一発入る。でマジアチャ無能をでこここっからマジで、でもこっちもあとそうファイブ、そうでここなの。これマジで 0.5秒でいこう。でもここファイヤーボールどっちが早いか。おお同時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 どっち、おラットマンがいきそう。はい、っていうのはでも見て同時やったら出るの。そうだね、出るの全く同じだったけど、なのに負けた。なぜあれ、あのファイボの普通にな、普通に答えるよ、うん、あ普通に答えて普通にタワーのどこにファイヤーボールを打つかっていうので、もう最短距離ですね、はい、いわばに相手は打ってきたけど、まあ自分は多分1マスか2マスか普通に多分何も考えずにファイヤーボール投げたから、その差が出たかなっていうところで、まあ、負けちゃいましたね。タワーの一番左下に打つか、そう奥に打つかでね、若干変わってくるからね。そういうこと。焼き鳥うまいな説明が。さてはそうでもねえな。さてはっていうのもまあありっていう、ただいい試合だな。もったいないな。でもそうでこれ本当にマジで6200から6300とかのリプレイなんで、今はまあ、うん、今はいいや、触れるな。おうはい、ということで、はい、これはジャイ三重士使いで有名な王様ですね、はいはいはい、でこれは僕は当たった瞬間に相手がジャイ三重士できって分かってるんで、分かっててたの立ち回りですね。なるほど。でここで多分ランバー裂いて、ここでガゴムで誘ってからのマジアチャ、はいはいはい。でも相手はもうここ捨ててくるんですよ。これやばいよなやばいよな、全部捨ててくる。そうでこれを三重士で守って、多分このカウンターで逆に一気に取り返そうっていう。でも確かにここでカナリアド取られてるね。そう怖いね、やばい。けどここで大事なのが、うん、多分相手こう逆サイも攻めてくるんだけど、ここはい、はい、こうなった時にでも焼き鳥だったらこれ両サイド守るんですよこの多分小銃ババにゴースト出して、多分ジャイとかにインドラ出したりするんですけど、それが良くなくて、ここで一個するっていう判断が大事。なるほど。で神技対これ三重士だと同サイド対決になったら神技の方が有利なの。だから同サイド対決をするために左側を守りたい。だからもう右側を捨てる。一個は捨ててもで、そうでここをもうだから右は何も防衛しない。でもし右にもっと追加されたら、そのサンクラキングがまあ折れない程度には防衛するけど、確実に左だけ守ってこうやって同サイド対決に持っていきます。へー、そういうところそういう捨ての判断って結構難しいよな。あーけど本当にこれ捨てるのも別に悪いことじゃないですよね。これ逆にこれ捨ててないと勝てないですから。でエリポン置かれたんですけど、ここもファイアボール打たないですね、うん、お打たない。打ってユニット貯めてですね、打っちゃうと結局なんかもうサイクル相手のいいようにやられて、あーまあね、そうやられちゃうんで、ここでしっかり今形作って、この角度はマジアチャが入っていくと、そう美味しいはい、いいね、でここでまあガゴムリカ3に出るよなっていうのでファイボー、そこはい打ってザップ、ザップが打ちたいけど、まあ、まあ、打てない。まあまあコストがないから。でここザップ打ってもいいんですけど、あえて、まあ、ガゴムリとかいるからね、あそう怖いからしっかり、あ取っとく、スペルは取っとく。なるほど、そう、まあ、確かにね、そういうこと。今使っちゃってたら工場ガゴムリ、そう工場ガゴムリ来てワンチャン一気に落とされてたっていうのがあるから、でしっかり後ろからですね、これ同サイ動作をしっかり意識して固めてね、もう固めてしまえば相手ファイヤーボールとかないですから、もう三重士にはファイボザッパー出てきてるね。そうそう打って、おいこれおい気持ちいいな。で入ってる。でこれも右の小嬢ババもほぼ無視ですけど、まあ一応ね展開もここの後防衛するだけみたいな。でマジアチャがやっぱ優秀やね。でそうでここの逆サイスの相手、怖いけどな、これ怖いけどもうゴースト優秀。うわやばいよ、えい、えい、でもゴースト戻ってきた、優秀、うん、でもあとこれそのまま耐えて、まあ、まあフィニッシュですね。はいはいはい、相手めっちゃ感染いたな今10人ぐらい同時で怒っていためちゃくちゃ怒ってるはい、ってことで次が迫撃ディガーですね。あーもうめっちゃ多いよな本当に、ディガー。そう今迫撃マジで多い、
やばい、もう6000個したらもう本当にパクディガーが本当に何か3、4回に1回ぐらい本当にマジで多いですから、これ冗談抜きでね、もう厄介このやりゴブで大体分かるよ、ね、これもうやりゴブ出た瞬間にはい迫撃な、もうね9割方やりゴブで迫撃だから、大体初手にやりゴブ切ってくるからね、ねえ、まあ俺がこれまあ意識してるのはなんだろうな、基本アウトローが最近入ってるんですよ、入ってる、その迫撃に、だからこれは今普通にマジアッチャーが入ってたからザップでアウトロー処理したんですけど、基本的にアウトローとか出されたらもう毎回っていうぐらい5打ってる、俺はね、なんかどう立ち回ったらいいのか分かんないですけど、まあ、僕のやり方はですけど、まあ、結局5打つとこないんで、そうだね、まあガゴムレがいたら変わってくる、そう、ね、ガゴムレいたらそうまた変わってくるんですけど、意外といない方の方が多い、まあ確かに、まあ、いても別にアウトローに打っていいみたいなのがあるけど、ああマジアッチャーがもういるからそうみたいな、へえ、まあそれは時と場合だよな、ああまあね確かにな、うん、でもアウトロー残ったら厄介だよね、でもうここはどうすんや、まあ、マジアッチャーやな、そうで5を打たして、はいはい、これまあプラマイゼルだから、ここは多分5打つんかな、ここはそう多分打つ、あ打って、うん、そうそう、もう打つ気ないから、インドラが加速するからね、さらにでこれでまた相手なんかコス割いて、まあこれは美味しいな、美味しいね、そうゆらゆらしないで、ゆらゆらしないでその振動がその入ってくるからやめてください、本当にやめて、ベッドで今一緒におるけどそうって足ゆらゆらさせんでマジでやめて、本当に、いや揺らしたくなっちゃうのよ、やめて、ちょ落ち着けないね、本当に落ち着いて、ここ迫撃しっかりターゲットっていきます、はいはいはい、ね、これマジエチャのギーかな、うん、あーはい、ギーだ、これ嫌よな、これでダメージ入るめちゃくちゃ入るよな、これどうせファイボで処理されるからプラマイゼロで、ここ多分ファイボ打つ、そういいね、あれとか意外となんかタワーと巻き込みたいから打ちたくないみたいなのあるかもしれないですけど、相手入れて5コス割いてるんで、うん、なるほどそうそれでマジエチャは結局相手がまああれですね、ファイブ持ってるから後ろから出したところで処理されるから、それなら仕事してもらってまあバイバイみたいなとこあるよな、そう、ね、まあちょっとでも与えればね、そうダメアドじゃねえ、エリアド同じで仕事してくれるから、そっって感じだね、でこういう時にしっかり小嬢ババと交えてとか一緒にファイブで処理されないようにね、はいはいはい、とでこれもゴーストが刺さる、おーい、でもガールが死んで、そうゴーストが振っていったな、優秀ったなって久しぶりにでこれも相手しんどい、もうこれ端前から出すだけ端前から出すだけ、これいけいけいけ、ほらほらほら、つけた白アイルでこれがもうガインでファイブを打ってもういいよいしょみたいなね、でもあとは端前からはい、端前じゃない、まあなるほどな、そう、もうあの相手がもうバタバタしとったらもうつけ出してあげる、とりあえずしたらなんとかなります、いやなので最後はこの、まあ、ジェイボーラーミニペですね、これしんどすぎん、これな、まあいいジェイボーラーミニペって勝てたの奇跡みたいなところあるんですけど、どう勝ったのか、それな、これもわからんわめっちゃ気になるんやけどこれな、ちゃんと見といて、どう勝ったの本当に、とりあえずボーラーが OK だからね、ボーラーいないところで攻めたいっていうのはあるよな、とりあえずでこれも相手があのジャイボーラーで切って分かってての立ち回りですね、ザイグル咲いてランバー咲いてどうしようかなと思って、ここでまさかマジアチャはやらん ないと、まあ、防衛マジアチャですね多分ここは1回はいはいはい落ち着いてね、はい、でここのマスキはゴースト、ああそうだね、はいはい、このレイジかかってるからこの地味に早い、うん、まあまあどっちでもよかったな、まあまあまあ、でここで相手陸ないと思ったんですよ、そしたらあボーラー忘れとったみたいないたわっつって、うんそれ陸に小嬢ババ刺さるわって思ったらああおったなみたいな、まあ、ここは美味しくいただかれてしまう、でここのメガは多分無視かな、そうだね、ここで無理に咲いたら逆サイ怖いからね、そうでここはしっかりインドラで防衛して、別にジャイもインドラ咲いたらジャイ止まんなくないって思うんですけど、ランバーがいれば、うん、そう守れる、でここがちょっとしゃしゃった、もうファイボザップ打ったこれでもこれがでも言うてよかったみたいな、割と削るね、そうまあファイボ使う場面もねマスキにしかいないからね、そうでここでこのランバーをどうにか生きさせたい、延命
そう、もうランバーがやばい、もうもう溶かした。あ、なるほど、ゴーストでも、それそれ、ゴーストはもういらない、バイバイと。はいはいはいと。でもランバーが優秀、もうこれだけで守った。ランバーだけで押されるんだな、あんまり。そう、でもダメ、あんま言うて取れてないみたいな。まあでもここの一発が美味しいと、それな。だからボーラーいるから、あんまり固めすぎると変にただカウンター食らっちゃうんで、しっかりやっぱ陣技デッキも左右に振ることがすごい大事やと思うんですよね、自分的に。陣技固め出ししたくなっちゃうけどね、そう、これとか使ってると。そう、もうめっちゃ一気に同サイでこうバンバン行きたくもなるんですけど、そのレイジかかってたら逆にいいんだけど、うん、逆にね、ブッパすると見せかけて左右に振ったら、はい、でここのもう小嬢ババはもう捨て、でこのインドラでまあボーラー処理すると考えて、このまま右側防衛ですね、このジャイアントとかしたいんで。そしたらこのインドラ優秀、まさかまさか、はい、からのからのからの左側のボーラーも処理で、これ右側はこれアド取った、でおここでね、ここで右側をフルブッパしたいところ、分かる分かる、右行きたいね、これは。そう、右行きたいけどボーラーも怖い。あー、確かにな。だから右行きようと、さらに左も両方両方行くよ。あ、これ悩むな。そう、悩んで相手は小嬢ババ防衛したら、このままランバーが刺さって、刺さってこれもこれで落ちちゃったみたいな。おー、やば。だからなるほどな、もう出させないとボーラーを。そう、もうなんかなんで勝てたみたいな、なんで勝てたみたいな試合だけども、やっぱ固めすぎないことが大事から、左右に振るっていうのも大事ですということでね。そういうことやな。今日は長かったな。5本と止め止めだからな。な、そうだね。じゃああとは6人に戻すだけだね。それな、ちょっとなんで今から展開いってきますね。よし、ということで、ということで本日コラボさせていただいたヤギドリさんの YouTube チャンネル概要欄に貼っておくので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当に、いや、さすがラットさんです。ありがとうございます。うるせえよ。 ありがとうございます。終わるんだよ、静かにしてくれよ。本当に、ってことで終わります。では、はい、バイ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 。